もう継承は済んだの？はや。ついでに犯人を特定した。本当なのですか？さすが IQ80 は伊達じゃない。で、やけん低いって IQ。犯人を暴け。誰が犯人なのか。今回は事件が事件だからな。迂闊な発言は許されたぞ。僕らを呼んだってことはそれなりに推理が進んだってことね。いやごめん、今回は犯人の予想がまるでつかないんだ。君にはがっかりなのさ。だけど気になる手がかりは見つかった。そんな顔をしてるよ。深夜さんは一体どうしてあんなことに。まずは深夜がどうして倒れたか、それを考えてみようか。そうね、そこから足取りがつかめるかもしれないわ。腹痛が原因じゃないなら。深夜は一体なんで倒れていたのかしら。それはこの現場の斜面を見てもらえ。あ、ダメなの？まずは落ち着いてこれを見てほしい。それが重要な意味を持つというのですか？特にテンションの上がるものではないのさ。嘘だろ？これが目に入らないのか？落ち着いた方がいいのは君だよ、アホだ。落ち着いてら。こうなってはダメ。深夜がああなってアホだ、行かれたんだわ。違うよ。あー、一気に半分も持ってかれた。俺が行かれてないってことを分からせないと。腹痛が原因じゃないなら深夜は一体なんで倒れていたのかしら。で、こっち？キノコの村の箱？違うの？マジで？どういうこと？これ全部行かれたやろ？ほらほらどういうこと？深夜って親友やったん？てえな、何すんだよ。めっちゃ叩かれる。そんな男が恋のライバルだったなんて。僕はがっかりなのさ。やっぱり赤木犯人。赤木犯人になりすぎじゃね？めっちゃ叩かれる。言い返そうとするたびに赤木にビンとされ、俺の顔は腫れ上がっていた。しっかりするのさ、アホダ君。赤木、お前いい加減に。何か言ったらどうなんだい。お前がビンとするから喋れないんだよ。戦意喪失ってやつね。仕方ないよ、深夜がああなったんだから。みんなが解散の空気になる中、俺は赤木のビンタがだんだんとリズムに乗っていることに気づいた。赤木こいつ意外とリズム感がいいんだな。そういえば歌も歌ってたよな。赤木の才能を見出してからすぐのことだった。結局犯人は見つからなかった。ごめんな深夜。きっと君の思いは届いているのさ。俺は赤木とパーカッションバンドを組み、深夜に捧げるレクイエムを作曲し続けている。どういう、深夜は結局死んでるの？本当に安らかに深夜。いや。まずは深夜がどうして倒れたか、それを考えてみようか。そうね、そこから足取りがつかめるかもしれないわ。腹痛が原因じゃないなら。深夜は一体なんで倒れていたのかしら。なんでっていうのはどういうことなんやろ。これなの？違うんよね。なんなん、全く分からんねえけど。ってことは、何もゲットできてないってことかな、もしかして。これ薄くて硬いゴミかもしれない。違う。これが何かも分かってないけど。待って、何なんじゃ。やっぱり証拠が集まってないってことなんかな。だってなんか出せそうなものがないよね。だって証拠写真か原因やろ。証拠写真かキノコの村しかなくない？どういうことや。ということで選択肢まで飛ばします。深夜は一体なんで倒れてるの？もうだってね、見せてないのはこれしかないけど。これなの？現場にはこのゲソードが落ちていた。深夜はきっとこのゲソードでやられたんだ。それが凶器だっていうのか。見ろ、このゲソード先端が壊れてるんだ。深夜が切られた時に壊れたってこと？切られたの？どうしてこのようなひどいことができるんでしょう。深夜のことよ、腹の立つ暴言でも吐いたんじゃない？犯人はカッとなってやったってことか。でも争う声は何も聞こえなかったよね。争う声、それが分かれば犯人に近づけるはずだ。これか、楽屋に向かう途中トイレから声が。ってことは赤木じゃないのかな。ザッザイ、思い出したのさ。あれはどう聞いても争う声だったのさ。
まさかこんな形で赤木が役に立つなんて。ってことは別の人間？え？あれは絶対に野郎の声さ。ダークフレームゲソード。そう叫ぶ声が聞こえたのさ。それレッドのセリフじゃないか。犯人は男で、レッドに笹を叩きながら深夜を襲った。え？何？誰？ヒカル？ヒカルなの？ねえ、あんたの家、ゲソードなかった？ん？聞こえた声は男で、アホだはゲソードを持っている。アホだ、君ってやつは。俺がやったっていうのか？そういえば君の声に似ていた気がするのさ。お前今考えただろ。俺はゲソードで深夜を殺していない。それを証明できる証拠なんてあったか？違う。なんだ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 、どれどれよ。それを証明できる証拠ってどれ？わからないんだけど。これ待って待って待って、わからないね。どういうこと？もう無様にあがくのはやめなさい。みっともないです、アホダさん。俺じゃない、俺じゃ。アホだ、今回は証拠が証拠だ。何言ってるんだよ、深夜は親友で。深夜さんに謝ってください。俺じゃない、だって深夜をやった記憶なんてないんだから。怖い。アホだは記憶を失っているのかもしれない。誰かがそう言った。俺は知らない間に深夜をやったのか。ふらふらと現場に行くと、思い知らされるように、至るところに証拠が落ちている。マジで？俺がやったのかもしれないな。何の証拠？その時、持っていたゲソードが目に入った。こうするしかないよな。必殺、ダークフレームゲソード。バタン。燃えるゴミは炭にしないと。悪かったな、深夜。俺は自らの腹にゲソードをつけたい。切腹の道を選んだ。その時、便座にぐったりもたれる深夜が、実にくだらない。そんな風に微笑んだ気がした。なにこれ、人死ぬの？最後はトイレだった。めっちゃ嫌、そんな最後。最終やけん、難しいっていうのと、あとはこう、一回一回ミスした時の、減るのがテンションが下がるのがめっちゃ多い。これ？薄くて硬い。え、ないよないよないよ。同じゲソードってことかな。あー、同じものやった。え、待って、え、なに、え、なに、どういうことどういうことどういうこと、え、どういうこと。自分はやってない。ほうほうほう。このゲソードにはある機能がついてる。びっくりした。2回目も同じかと思ったら違かった。ブン。必殺、ダークフレームゲソード。はあ？僕が聞いたのはこの声なのさ。ゲソードは振ると必殺技のボイスが流れるんだ。あ、ってことは男とは限らんってことか。男の声の正体はゲソードの音声だったのか。じゃあ現場にあったゲソードはどう説明するの？ゲソードなんて持ってるのあんたくらいでしょ。凶器が俺のだなんて認めるのはまずい。おー、デスターン間違ったら即解散。でもどっちにしろやけどね。誰でも手に入る。ゲソードの使い方が悪い。選ばれし者しか持たない。何、誰でも手に入る。ここはデパート。おもちゃ売り場でもゲソードは買えるんだよ。はっ、ここはデパートのことを忘れてたわ。どういうこと。さすがアホダさん、お見事です。いいわ。でもみんな変だとは思わないの？ん？深夜はゲソードで倒れたのに、どうして口の中に大量に物が詰め込まれているのかってことだよね。深夜は空腹、深夜はしぶとい。ゲソードで叩いても、深夜はしぶとく生きていたんだ。なんてたくましいのでしょう。深夜はゲソードでも倒さなかったというのか。きっと犯人も深夜の生命力に驚いたはずだ。ゲソードで倒れなかった。ということはまさか。ああ、犯人はゲソードで切った後にこれを使ったんだ。キノコの村。みんな大好きキノコの村。犯人はたまたま持っていたキノコの村を、
深夜の口に詰め込んだんだ。たまたまキノコの村なんて持ってるのはあんたくらいよ。え、それはそうだけど、そうじゃない。ですがまるでその場にいたかのような推理です。ありえないよ。深夜は親友なんだよ、一応。何をもって親友というのでしょう。違うんだよな、アホだ。違うんだよな。ああ、信じてくれ。俺は無実だ。人を信じるにはそれなりの説得が必要なのさ。どうしよう。チャンスがピンチに。なんとかしてキノコの村が俺のものでないと説明しないと。証明しないと。ここで。よく見ろ。アホだが大好きなキノコの村ね。違う。これはキノコはキノコでも。キノコの村ビター味。あ、小さくビター味って書いてあるよ。それに心なしか、いつもよりキノコの村が黒いです。そして俺はビター味を食べない。苦いからな。ドヤ顔。え、そうだったの？初めて知りました。どうでもいい新情報なのさ。わかった、アホだ。あんたがビター味を食べないなんて誰も知らないのよ。毎日キノコの村食べてるのに。つまり誰も君に興味がないのさ。悲しい。ガーン。悪いけど、これがアホなのじゃないって証明にはならないよ。でも、肝心なことを忘れてないか？俺には深夜を殺害する動機がないんだよ。証拠から話をそらしたいように見えるんですが。でも困ったことに。俺たちもまた、証拠がアホなのものだと証明できていないんだよね。そうだよ。俺のものである可能性が高いってだけでな。威張るところじゃないでしょ？わかりました。証拠が不十分な以上。犯人の動機から犯人を推測してみませんか？犯人の動機。犯人の動機を見つける。これは巻き返しチャンスだ。これだね。これは深夜の服から出てきた手紙だ。お前はしずくちゃんにふさわしくない。キモ。まるで脅迫じゃないか。犯人はしずくちゃんに告白された深夜が許せなかった。だから犯人は深夜を脅迫して襲ったんだよ。君は今何かとんでもないことを口走ったんじゃないのかい？なぜ告白したことを知っているのか。え？しずくさんが新薬に告白したらなんて、冗談でも恐ろしいことを言うんじゃないのさ。そこではありません。どうしてアホロさんは私が新薬さんに告白したことを知っているんですか？ああ。いや、これは。私まだ若葉さんにしかご相談していないというのに。実は若葉はしずくちゃんのことも好きだった。バカな上にデリカシーもない。しずくさん、今のは本当なのかい？まずいよ、赤木がパンク寸前だ。こうなっては隠す意味もありません。バーベキューの時、私は深夜さんに告白を。あー、聞きたくないのさ。アホダさん、間違っていたならごめんなさい。あなたは私のことがお好きなんですか？おお、めっちゃストレート。しずくちゃんが今何を考えているのかわからないけど、男アホだ。今ここで引くことは許されない。今は引く時じゃないかな。犯人にされるよ。そうだよ。俺はしずくちゃんが。今のお答えで全てがつながりましたよね。何かわかったのか。しずくちゃんに近づくな。そんな手紙を書けるのは私の告白を見ていたアホださんだけなのです。確かにそれなら全て筋が通る。アホだは嫉妬に狂って人を襲う化け物になってしまった。何言い出して。決定的。そう言わざるを得ないわ。一方でアホだがそんなことするわけないって信じたい僕もいるよ。いい、認めるよ。シッツ。俺はしずくちゃんが好きだ。そんなしずくちゃんがまさかあの深夜を好きだったなんて。知った時は本当にショックで頭がすごく混乱して。だからって。ああ、だから俺はその場から逃げ出すしかなかったんだ。え？違うよね、びっくりした。主人公がかと思ったよ。しずくちゃんが好きなのは認めるけど、それで深夜を襲うほど俺はバカにはなれなかったよ。アホだならそうこなくっちゃな。おかしいのさ。さっさと君が認めてくれればいいのに。え、じゃあ赤木？あんたの反論を期待しているなんてね。アホださんをお認めにならないということですが。そうよ、あんたが限りなく犯人であることには変わりない。アホだ以外に雫の告白を見てた奴はいなかったんです。脅迫文をかけたのはアホだくん、君だけなのさ。ここで変に答えれば間違いなく終わる。
本当にこの手紙は俺にしか書けないものなのか。おーでした。間違ったら即解散。他に書いたやつがいる。誰でも書ける。他に書いたやつがいる。この手紙を他に書いたやつがいる。え、告白の場にいたのは俺と深夜としずくちゃん。この二人にだって手紙を書くこと自体は可能だ。え、深夜さんにあんなことをなさっておいてよくも平然と。ああ、犯人が今も平然と過ごしていると思うと許せないよ。あなたのことですよ。しずくさん。あ、ごめんなさい。いや、俺の言い方が悪かったよ。しずくちゃんが犯人なわけないのに。確かに私と深夜さんはこの手紙を書くこと自体は可能です。ですが私たちがそんなことをするわけがありません。バーベキューのあの日から深夜さんと私はお付き合いしている。マジで、マジで。うわー、聞きたくないのさ。深夜も隅に置けないな。二人に限ってこの犯行はありえないわね。終わりはほら、あんたいい加減認めなさい。クソ、何も言い返せない。赤木、うわー。しかもこれはアホダンとってもショックなことでは。大変だみんな、赤木がパニックを起こした。うわ、もうパンクだね。おい赤木、そっちには桜が。覚醒。さくら、Are you okay? 赤木、前方不注意による衝突、目立った外傷なし。よって、この事件の解明を急ぐ。久しぶりね、さくら。検証開始。さくらは現場検証に行ったんじゃないかな。そうだ、まだ諦めるのは早い。いいかみんな、俺が目にしてる証拠を必ずさくらが掴んでくる。なんて三人任せなんだ。もう終わってるようなものだけど。確かに検証のスペシャリストの推理は気になるところね。あの、先ほどは取り乱しすみませんでした。恋人が襲われたんだ、苛立って当然じゃないか。悪いわね、しずく。ボロを出してるそこの犯人が一向に容疑を認めないのよ。だからまだ決まったわけじゃん。これだけ証拠があるのにアホだを犯人だと認めさせられないなんて。一応犯人がいない可能性を考えてみるべき。そうだよ。そもそも密室なんだし。これは密室事件ではない。さくら?もう警鐘は済んだの?はや。ついでに犯人を特定した。本当なのですか?さすが IQ80 は達じゃない。200件低いって IQ。いや、あれから私の IQ は2も上がって、今や82。IQ82? 恐ろしい。戦いの中で IQ を上げているのか。何それ。戦闘力みたいな。検証1、検証2。検証の結果、深夜を襲った犯人はアホだ。なるほど。ってなんで俺になるんだよ。ほら、あんたじゃない。現場には君たらしめる証拠が多すぎた。以上だじゃねえよ。トイレは閉まってたんだぞ。分かったわ。あんたはトイレの上から侵入して深夜をやったのよ、この変態。トイレの上から侵入する、そんなことが可能なのか。ある方法で可能。可能じゃない。確かに上から侵入することは可能。一体どのようにして入るというんですか。トイレの天井に穴を開けたんだ。穴なんて開いてなかったよ。じゃあ穴を開けた後塞いだんだ。どうやって。そんなの犯人に聞いてくれよ。だから聞いてるじゃない、犯人のあんたに。まるで信用されてね。あん、なんて答え、またしても。やっとここまで来たというのに。そしてさくらが現場検証に行って帰ってきた結果、やっぱりアホだが犯人ということに。で、トイレの上から侵入することは絶対無理ということかな、じゃあ。絶対に無理だ。なぜならこの通り天井と壁はつながっているんだ。あ、そうやったんや。これでは上から中に入るのは不可能です。やっぱり完全なる密室としか思えない。人を言わせるな、これは密室ではない。じゃあ一体どういうことだよ。トイレの外側を見てもらおう。開いている時は青いマークになっていますよね。僕らが来た時は閉まっていたのさ。そう、開いている時は青、閉まっている時は赤。
トイレを使う者が外側から確認するための仕組みだ。あの薄いやつで鍵を回したってことか。がこのトイレ、ある方法で外から開閉することが可能なのだ。な、わかったか。外から開け閉めできるものを密室とは呼ばない。それは本当に外から閉められたらの話だよ。どうやって外から閉めるって言うんだい。アホだ、一度私を任せて君なら答えられて当然だ。え、俺に振る？私は君の推理に一目置いているのだ。そう言われると悪い気しないな。でへでへへじゃねえよ。さあ答えてみせろ。どこを使ってトイレの外側から鍵をかけたのかを。あ、もちろん、うん、2だよね。このくぼみの部分を使ったんじゃないか。さすが犯人、非常に卑怯な手口の告白に感謝する。な、お前まさかそれが狙いで騙したな。これが世に聞く誘導尋問。湯豆腐とシナモンがどうかしたのかい。どういう聞き間違い。アホだの言う通り、このくぼみに効果を差し込むことで外側からの開閉が可能だ。なんて犯罪的なんだ。どうしてそんな作りなのよ。訴えるわよ。多分今回みたいにトイレで倒れた人を助けるためじゃないかな。まあ確かにね。アホだくんがこんな手口を思いつくとは思えないのさ。今この変態が答えたじゃない。俺はただ頑張って答えただけなのに。アホだ、君は深夜を襲った後にトイレに閉じ込めた。これが真相だ。なんて鮮やかな推理。乾杯と言わざるを得ないわね。違うと言うなら根拠を示せだろ。ああ、答えてやるよ。俺は深夜を閉じ込めていない。なぜなら、あーでした、間違ったら即対さん来た。なぜなら、あ、金がないから。トイレに外側から鍵を開閉するには効果が必要と言ったな。でも俺は金を持ってないんだよ。何、そんなわけが。俺が保証するよ。アホだに金を返してもらおうと思ったけど、アホだは1円も持たない大バカ野郎だった。デパートに来ていながら1円も持たないはずがないだろう。デパートに来たのは買い物が目的じゃないからな。俺はヒーローショーのために全財産を焼きイカにつぎ込んだ。そんなバカな、バカだねバカで結構。金を持たない俺に深夜を閉じ込めることは不可能なんだよ。ぐう、これがバカの底力だというのか。アホだじゃないなら一体誰がトイレを閉められるっていうのよ。思ったんだけど、溝に差し込めるものなら絶対に効果じゃないとダメなのかい。溝にはまればそれでいい。だがそんな都合のいいものが他にあるとは思えない。効果じゃない何か別のもの。効果以外でトイレの外側から鍵を開けられるものなんてあるのか。これじゃない、四角い何か。どうやら現場で拾ったこれは鍵を閉められるくらいには役に立つらしい。確かに開閉できるが、これってもしかしなくても、あ、誰かさんの爪とそっくりだ。爪？え、どういうこと？え？付け爪ね。それが女子トイレに落ちていたならまだしも、落ちていたのは男子トイレ。うっかり深夜が落としたなんてことがない限り、もう言い逃れできない。え、怖い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 。あの、盛り上がるのは結構ですけど、少しお黙りになっていただけますか？出たのさ、見て。しずくちゃんの指が一本だけ普通だ。しずくちゃんそんなギャルみたいに長い爪しとったん、今初めて知ったよだからなんだというのです。本当におかわいそうなおつむのお集まりですね。お忘れですか？私はずっと若葉さんと一緒にいたのですよ。ああ、そうか、スーツ事件の時に。ええ、しずくはずっと私といたわ。このメールで根負けして私はしずくの恋の相談に乗ったのだから。お分かりですか、私が深夜さんを襲うことは不可能なんです。そのつけ爪もきっと偶然私と同じものだったに違いありません。アホだくん、こんな悪夢は終わらせてほしいのさ。さくらが認めたあんたの推理間違ってると思えないわ。大丈夫、アホだはもう手口まで明かしてるんだ。ヒカル、若葉、アホださん、まだご自分の容疑をお求めにならないんですか。しずくちゃん、さあ引導を渡してやれ。君がやり残した推理は彼女のアリバイを崩すことだけだ。しずくちゃんのアリバイ、
この勢いのまま崩してやる。デスター、間違ったら即解散。スーツ事件の雫の証言、若葉のメール。スーツ事件の雫の証言、スーツ事件の雫の証言、全品セール中っていうことかな。あーダメだー。確かに犯行時刻はスーツ事件の時と同じくらいだと思うよ。でも俺は何前の証言なんてもう覚えてない。覚えろあんたはそういう男だったわ。それに気づけなかった僕らの負けだよ。ほら皆さんのお疲れ様です。あーここまでやっと来たというのに。しずくちゃんの裏側、アホダさん、何もし容疑をお認めになってくださったら、私、アホダさんのこと、まさか俺のことが、容疑を認めたら俺のことを、ここでは言えません。恥ずかしいです。みんな俺が犯人だ。好きになってくれる。もしそんな可能性が 1% でもあるんだったら、俺はその可能性に全部かけてみたい。もはや深夜なんかどうでもよくなっていた。ちょっとここまで追い詰めておいて。ごめんみんな、俺は愛に生きる。今日も俺はぐっすりと隣に温かみを感じて眠っている。しずくちゃん、隣にいるしずくちゃんにギュッときつくと、ゴツゴツとした硬い感触が。うわー、そうここは刑務所。間違ったきついと同じ棒の囚人にその後ボコボコにされた。俺はまんまと乗せられ捕まってしまったのだ。しずくちゃん怖いんだけど。ことはここでデスターを間違ったら即解散。若葉のメール。しずくちゃん、君は一度だけ若葉から離れた。ジュースを買いに行ったその時にな。あ、そっか、その時にってことか。あ、そうか、その自販機。そうだ、屋上には一箇所しかないこの自販機はトイレのすぐ目の前だ。今の答えで全てがつながった。深夜を襲った犯人はまたしてもデスター。間違ったら即解散。まあ、しずくちゃんだよね。そっか、この事件の犯人、それは俺だよ。な、おっかばい出した。ふざけないで。ふざけるのはこっちのセリフだ。まさかこんなにあっさり俺の意見流されるなんて。キノコの村も俺、ゲソードも俺、深夜を脅迫したのも俺。明らかに俺なのに、ここにはバカしかいないのか。燃えるゴミは隅に。必殺ダークフレームゲソード、ズシャー。くわー、燃えないゴミにはブレイクゲソブローならさ。バコ、くわ、サークル追放トルネードスピンゲソキック、そんなものもあるのか。ガハー、これでいい、これでいいんだ。たとえ本性があれでも、俺はしずくちゃんのことが。そんな見苦しい真似はおやめください。まあね、あっこまで追い詰められたのにね。もう言い訳できませんから。しずくちゃん認めるのね。はい、あれはキャンプ場での出来事でした。何があったの。俺は帰る。ま、待ってください。深夜さん、私は深夜さんが好きです。お、なになに、今どなたかそこに。断る。あ、付き合ってなかったんや。なるほど。え、交際の申し込みを断ると言ったんだ。深夜さんには誰かお好きな方がいらっしゃるんですか。やはり貴様は身勝手だ。はい、誰か空いていなければ貴様との交際は当たり前だっても言うのか。まあ、確かにね、別に好きじゃないから付き合わないんだよっていうことよね。だって深夜さん、サークルをくだらないと言いつつお越しになられますよね。確かになんか発言的にも、私がいたから来てくれてるんですかみたいなこと言ったよね。確かにその辺はちょっと誰か気になるお方のためにサークルにいらっしゃるのではありませんか。そしてもしそうやとして、なぜ自分だと思う。ふん、共に会うのに理由がいるのか。そうでしたか、やはり深夜さんは優しいお方。まったく、何の用で呼び出されたかと思えば。え、実にくだらない。告白をそういう風に言うのはよろしくないよ。ああ、もうほら、エコーが。
当に実にくだらない男たちがいたものですね。怖い怖い怖い、しずくちゃん怖い。そして今日私は、くー腹がー。深夜さん、なぜ貴様がここにいる。私はやっぱりこの間のお返事が。何度も言わせるな、くだらない話を。そうですね、くだらない話は今すぐ終わらせなければ。何、ちょっと最終章だけ恐ろしいんやけど。そして私は深夜さんの人生を終わらせました。しずく、あんたは悪くないわ。人の告白をくだらないですって。ああ、しずくには同情する。いやいやいや、みんなおかしい。命を奪ってはいけない。深夜の友達って誰だろうな。完全に告白する相手を間違っているのさ。皆さん、この通り、しずくちゃんを悪く言う人はこの中にいないんだ。だけど、罪は罪。君は罪を償わなければいけない。友っていうのはアホだのことやろ、きっと。アホださん。だから君は、俺の隣で終身刑です。ごめんなさい、出頭します。そうするぐらいならってことよね。ちょっと、君の負けなのさ、おはだくん。しずくさん、僕こそが君の。論外です、ごめんなさい。より一層、ダバーやばいやばいやばい。しずくの調子も戻ってきたみたいだね。お腹すいた。さくらも戻ってきたことだし、おいつの間に。帰ってみんなであれしない。あれ、あれをずっと待っていたのさ。あれといえば、あれしかないよな。俺たちの飲みさ、始めようぜ。それからも飲みさ活動を続け、俺たちがこの年も留年したのは、また少し先のお話。深夜は、死んだんだよね。軽くね。犯人赤木。ケース2、くれないのカリフラワー、犯人さくら。ケース3、偽りのバーベキュー、キノコ事件、犯人光る若葉。ケース4、ヒーローショーの切り裂きマン、犯人赤木。ケース5、アイゾンフィナーレ、深夜事件、犯人しずく。で、最後のは意外すぎた。この後、何生きてるよね。ば、やはりキノコこそが至高だ。このトンチン感。あー、よかった。びっくりした。あんなんで死んだって言ったら深夜が浮かばれないわ。ゲームクリア。最後までプレイしていただきありがとうございました。メダルを全部集めてみよう。まだ集めてない人は挑戦してみよう。各所に隠れた鍵メダルを全部集めると番外編が追加されるよ。なるほど。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ちなみに、深夜は生きてたわけだけど、しずくちゃんは出頭したんか。え、何の事件ってなら、トイレ行っても多分誰もおらんし、ぐしゃぐしゃなキノコの山が、キノコの村か、があるだけみたいな。気になるわ。